はい、えー、この度ね、なんとも恐ろしい書き込みが続いております。ただ、まあ、聞くべき点もあるなぁと思いますんで、今回動画に取り上げさせていただきます。あの、バスの中に、幼稚園、保育園の小さなお子さんが、まあ、置き去りになってですね、そのまま熱中症で死亡するっていう事件が、後を絶たないわけですけども、今年も残念ながら起きてしまいましたよね。いや、実際私、あの、園児のバスって見るんですけども、 どどここうやったらこれ見落とすのかなと思っちゃいますすよねでにこんなところで死亡事故という痛ましいところにまで行くということはこれはね故意で行ったか相当な過失が起きてもしょうがないような状態を作り出していく日々がないと起きないんではないかなと思いますよね要するに消極的な故意とでも言いますかねうん、まあ、責任感の欠如という言い方では生ぬるいようなことが繰り返されてるんではないかかと思います 例えばこういうふうに書かれてますね。えー、園長の証言が二点三点している。小さなバスに。まあバスって言ってもね、ハイエースとか、あの、アルファードぐらいのもんですからね。小さなバスに7人しか乗せていないのに、一人だけ降ろし忘れるのはおかしい。日常的に倉庫に閉じ込めていたという口コミの存在。うん、火のないところになんとやらと言いますけども、まあ根も葉もないことってのは、根も葉もないわけですよ。根も葉もあるから、 それれが見えるるし確かめられるんではなかろうかと思いますよね、うん、だからこのなんで疑惑が消えないのかというと疑惑を消してないからなんですよ常に真実を語ってないと言いますかねでこういうふうなツイートがありますツイッターの単なる投稿だからといって無視できませんよこの中に真実が隠されている例はありますからねえんじのあ福岡の園児をバス置き去りあれわざわざどうだろうということでね えー、5歳のバス置き去りはわざとでしょ人数確認しなかったにしろないことに気づかないわけがない数分気づかなかったならまだわかるけど帰りまで気がつかないとかありえないうんだから特定の援助を無視していない限りはこういうこと起きませんねうん逆に意識してそういうふうなことを故意に起こさない限りになかろうかと思います 双葉保育園の園児置き去り事件、気づかなかったんじゃなくて何かのお仕置きでバスに閉じ込めて、その後忘れてたんじゃなかろうか。日常的に倉庫に閉じ込めていたみたいだし、殺人事件だよ。うん。これはね、複数の証言がありますので、そうかもしれません。真相は園の方から語られないんでわからないんですよね。で、双葉保育園のバス置き去りはわざとというふうにね、こういうふうにタイトルも書かれてます。え重要な証言があります。 知り合いの知り合いがこの保育園に通ってて亡くなられたこのお友達だったみたいですが日常的にハイエースに閉じ込みとかあったみたいです子供たちの話は証拠にならないみたいですということで子供たちの話ってのを目殺して自分たちの主張だけ通すってのがこういった保育園の管理者の実態ですよねまあねまあつまりはこういうふうな園児バスに いな閉じ込めっててのは結構起きてるみたいですね、うん、だからあの保護者の方が幼稚園保育園ひいては小学校中学校に我が子を預けるってことはやっぱ死亡率とリスクを高めることをしているっていうふうに考えた方がいいでしょう実際にこうなってるわけですからね自宅にいてこうなりますかねならないですよね本当に他者に命を預けるっていうのはう恐ろしいなと思います ちなみに、お仕事部屋とかあった、お仕置き部屋か。お仕置き部屋とかあったみたい。園長は子供嫌いとか言っていたみたい。保護者から市役所に話は以前から言ってたみたいだけど、全然動かなかった。市役所はね。市役所も隠すんでしょうね。犠牲者が出て初めて動くんでしょうね。本当に胸くそ悪い。犠牲者が出ても動かないから、次の犠牲者が出るということで。だから、小さいお子さんをね、なんか、害したい人ってのが一定数存在するんでしょうね、きっとね。 ちなみにお仕置き部屋とかあったらしい園長は子供嫌いとか言っていたらしいとさらにここにも書いてましたねうーんわざとやってんじゃないかと保護社会でも問題になったそうです一体ここに対してはどんな回答が寄せられていたんでしょうか保護社会でも園長はわざと斗真君を閉じ込めるのではと追及うーんねで弁護士が故意に閉じ込めたことはないと抑止する事態も起こっていたじゃあ それをどう証明するかってことになってきますよね。これだけの事件を起こしといて、故意じゃなかったら重過失ですよね。故意と同ランクに置けるような過失だと思います。これをね、うっかりしていました、すいません、つって失われた命は戻ってこないですからね。だから管理をしなかったってことですから。故意であろうがなかろうがね。これはだから許されないんじゃないですか。まあ、双葉。 保育園の園長が預かった子供たちを大切に扱っていないことだけは確かだと思います。死者が出るくらいですから、けが人じゃなくてね。で、まだ続きます。置き去りはわざとしか思えないと。5歳のバス、置き去りはわざとでしょう。人数確認しなかったにしろ、いないことに気づかなきゃいけないと。これ、前回も書いてましたね。え、バスにはたった3人しか乗っていなかったみたいなのが流れてきたけど、それでバスの中に置き去りとかわざとじゃないと。 もしし寝てていいいたたんななら園長がめんどくさいとか思って置き去りにしたんじゃないこの園長ならやりかねないとうんこれは全国の園長さんもねあのー、一言じゃないですよね園長として同じ立場の人がこんなことをしてるってことですからちょっとね、まあ、全国園長会ってのはないでしょうけどもそういった同業者の方からも声を上げてほしいなと思いますこっちもやりにくいわよって感じでね 仲間市の双葉保育園の件は本当はお仕置きで閉じ込めてそのまま忘れたんじゃないのかいずれにしと最悪のクソ延長殺人だ殺人罪うん一応殺人ではなくて加害者がねあとは管理不意気投の人が徹底的に保護されてお亡くなりになった方は人生続けることができないと遺族の方も生涯幸せが訪れることはないっていうねカルマを押し付けられるんですよねね何なんでしょうかねこういうのはねうん 川崎幼稚園の記事もありますはい川崎幼稚園園長は増田達義顔写真も特定、えー、静岡牧之原市3歳女児バス置き去り事件これがだから最近あったやつですまあこの園長先生をね個人的に吊るし上げるのはどうかなと思いますけどもそうなってしまう原因ってのはやっぱり記者会見でのらりくらりとね責任回避をするようなことばっかりやってるから必要以上に人の感情を逆ねするんでしょうね だから起きてしまった事故に対して真摯に対応して、えー、隠さずに真実をね明らかにしていくことこれが再発防止を防ぎそして何よりもの謝罪になるんではないかと思いますけどもね今回も謝罪も大したことしてないしそのまんま辞任して知らんぷり他人になっちゃったわけですから恐ろしいことですよ。 でこの川崎幼稚園は親族系ということなんでどこまでも身内をかばってね新しい園長先生が入ったらそれは前任の園長がやったことなんで私はこれから改めていきますみたいなねなんかこう正々堂々とやりますっていうことで、えー、どんどん忘れることを風化することをね促進していくような気がしてなりません要するに死者って忘れられていくんですよ残念ながらで死に至らしめたあーこういったね責任者っていうのは責任を取るどころか責任回避して 何のための責任者かわからないってことになってきますねとひどい話ですよなんか結構ここでいろいろとね川崎幼稚園の園長に対してはいろんなことがこう暴露されてますけども園長先生も逃げずにねやっぱり立派な責任を全うしてほしいと思います本当に気の毒なことが続きますよ声になりませんよ じゃあもうこんなことが起きませんように。